はもう…ブルノ・ジョバーナか。何？あんた誰です？涙目のルカが空港の外れにぶっ倒れてた。誰がやったのか知らず、空港の警備員に聞いたら、お前がここにいたことを教えてくれた。ルカはギャングなんだぞ。やつのボスは自分の顔に泥を塗られたと思って怒っている。俺ね、人が本当のことを言ってるかどうか汗とかで見分けるんだ。汗の味を舐めればもっと確実に分かるから。お前に質問する。空港で涙目のルカに会う。涙目のルカと名乗る空港を。いいえ、知りません。涙目のルカと名乗る空港を。汗をかかないね。よし、信じよう。何？ところで、その手の中のものは何だい？なんだこれは。ルカの右目です。汗をかいて。どうせ意識がねえんだから持ってきたのか。なに？嘘をついている味だぜ、ジョルノ・ジョバーナ。手を握っていたのに、奴も同じような能力を。俺の名はブローノ・ブチャラ。答えろ。質問はすでに拷問に変わっているんだぜ。ブローノ・ブチャラティ。早いな。お前のスティッキーフィンガーズの方が確かにスピードは上か。そしてこのジッパーで俺を外に追い出すつもりだ。涙目のルカと名乗る涙目のルカと名乗るギャングが空港を仕切っているギャングが空港を仕切っている涙目のルカと名乗る空港を。この能力が答えだったのか。生まれろ、新しい命。お前が心配する。チッパーでバラバラにされた後のことだ。こいつの攻撃をかわすしかない。ジョバーナの能力か。あなた覚悟してきてる人ですよね。人を始末しようとするってことは、逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟してきてる人ってわけですよね。
やる気だ。マジだ。構造のくせにこの俺を始末しようとしている。嘘は言っていない皮膚と汗だ。こいつにはやると言ったらやる凄みがある。犯人を生かして連れてこいとは言われていない。ここでやり合ってもいいが。何？お前のこの気持ちを少し離れよう。一旦距離を置いてから貴様を始末させてもらおう。何？車体の壁にジッパーをつけ自分の体を中に入れてるぞ。硬い壁をも通過している。まずいぞ。奴をケーブルカーの外に出したのはまずい。しかもボチャラティに僕のことを仲間に喋られたら収拾つかなくなる。今絶対に奴を阻止しなくてはいけない。僕の未来のために。何？